秋田をなんとかしたいっていうのがあるんで、働く場を増やしてあげること、若者が残れるようにそのお手伝いできればな。支えになるような新しいことを何かやってみたいなと思ってます。一番大事な最後に相談するところっていうか、さまざまな業種の方と接することができましたので、非常に面白い仕事だと思いました。その中小企業者に近いところに立って実現性の高い支援を行っていきたいというふうに考えてますね。